そうです、そうです、はい、村上さんの小説というのは、あのロシア語に訳されて春季クラブっていうのもあるぐらいなんです。春季クラブ、はい、はい、それでみんな読んでます、うん、ですからロシアのインテリは、はい、村上春樹の話をきちんとできますよね。読んでらっしゃるってことよく読んでる、うん、例えば1984なんかは、はい、ロシア語訳の方が英訳より早かったです。そうなんですか、ね、それから今回の色彩を持たない田崎作ると、うん、彼の巡礼の年も、はい、明らかに英語にすることを考えた日本語になってる。今日お持ちくださってるんですね。あのヨーロッパ圏のところで読んだらすごくほっと、うん、僕はこれ早く英訳すればね、うん、ノーベル賞を取れると思う。ああ、そういうものなのかな。要するに1984は英訳が遅かったの。村上さんが英語ものすごいできるから、うん、細かくチェックするんで、あの3冊もあるから遅かったんですよ、はい、これは1冊だから、うん、英訳は比較的早くできるから、うん、これ再びノーベル賞の話になると思いますよ。あの佐藤さんお書きになってる週刊現代のその原稿によりますと、その村上春樹さんがお書きになったその小説をこうフィルターというかそのテーブルにしていろんな話ができるっていう。そうなんです、だからいろいろ細部な話で面白いのあるんですよね、例えば今回はまあ、あのベストセラーのそのネタバレは禁止っていう縛り、うん、これはもう業界で非常に厳しいんで、私は作家業界の一人だから、そこは守んないといけないんだけども、うん、今回は名古屋っていうご当地がすごく大きい意味を持つんですよ、うん、名古屋にいる5人組の話なんですね、うん、それ一人だけどうしても駅を作りたいということで東京の工科大学に行っちゃう、うん、その5人のチームからある日突然お前とは付き合えないと言って断られちゃうと、うん、そこで何があったのかっていうことをその断られてから16年経ったところで探していくって話なんです、うん、はい、ただその中で人間の世界で悪っていうのは本当にあるのかとか、うん、あるいは自己啓発セミナーでものすごい成功してる人の話、うん、あるいはあのレクサス、うん、あ車のね車の、はい、あそこのあのレクサスのこのいろんな作りの話とか、うん、そういうのが出てきたから細部が面白いんですよ、うん、そしてフィンランドが出てきたりと、うん、それですからこれ本当1700円定価であと税金がつくんですけども、うん、これはあの金返せっていう人は多分一人もいないでしょうね。あそれぐらい面白い本で、うん、いろんなことで役に立ちます。役に立つ、それがその日本人の小説家である村上春樹さんがお作りになった世界が海外に行ってもこれあの普遍文学です。普遍なんですね。日本で読んでもロシアで読んでもアメリカで読んでもドイツで読んでも中国で読んでも、うん、やっぱりみんな感じ取るところがある、うん、春樹村上を通して話ができるということなんですけども、はい、そうです。ですからビジネスパーソンに意外とおすすめなのは、村上春樹のこういったものだったら簡単に言われて読んどくと、うん、そうすると向こうのレベルの高いビジネスパーソンも読んでるんですよ、うん、ですからビジネスの時にも使える、はあ、だからこういう形であのずるく使うっていう、はいはい、これがいいと思うんですよね、うん、それであのこれよりも今売れている世界で6400万部売れてる、うん、フィフティシェイズオブグレイっていうポルノ小説があるんですよね、はい、それでイギリス人の女性作家書いてるんですけども、英語圏から出てきてるもので世界に売れてるのはポルノで、うん、日本人の書いたもので世界的に売れるのが文芸作品だっていうのも、うん、なんとなく気持ちいいじゃないですか。そう考えるとね。それからハリーポッターはいい作品ですよ、はい、しかしこれはやっぱり児童書でファンタジーの世界である、うんうん、まともに人間の生き方とか命とか、うん、人間の信頼関係とか、うん、もうど真ん中直球で扱った、うんうん、それで国際的にこれもう明らかに評価されますからね、うん、そういうものが出てるってことはこれやはりアベノミクス以上に日本を元気にするんじゃないかなと私は思ってるんですよ、はい。